アンチ・アーテッドシリーズアンチャーテッド・エルドラドの秘宝アンチャーテッド・エルドラドの秘宝はアンチャーテッドシリーズの第一弾のプレイステーション3およびプレイステーション4専用アクションアドベンチャーゲームシリーズ化に伴いアンチャーテッド1と呼ばれることが多いキャッチコピーはプレイする映画略称はアンチャアンチャーテッドは未知の領域を意味する 続編は2009年10月15日発売のアンチャウケット黄金刀と消えた戦断。2015年にはアンチャウケットコレクションにおいてリマスター化もされた。開発はクラッシュバンディクシリーズ等を制作したノーキドグが担当。海洋冒険家フランシス・ドレイクの残した手帳を手に入れた彼の子孫を自負するトレジャーハンターのネイサンド・ドレイクがジャングルや遺跡、古城を舞台に 伝説の財宝、エルドラドを求め、陰謀の渦に巻き込まれる。本作のジャンルは TPS 要素を組み込んだアクションアドベンチャーゲームではあるが、没入感を高める手法として、一般的なアクションゲームに見られるような体力ゲージや、マップ等を極力表示しないよう工夫がなされており、それらの表現は、非ダメージ数に応じて画面を徐々にクラックさせる。 残弾数や小銃用カーソルは武器を構えた時のみとしている。プレイスタイルは謎解きと戦闘をしながら壁を伝う、登る、降りる、飛び移るを駆使した移動が基本となるが、とても正規ルートとは思えないような場面を進むため、一本道でありながらも、初見では少し考えながら進む必要がある。またストーリー演出には往年のアドベンチャー映画を強く意識しており、 金儲けのために財宝を狙う武装海賊や犯罪組織の傭兵と戦う行く手を阻む様々なトラップや謎解きといった要素など王道的な展開が多い。このことからプレイする映画というキャッチコピーが用いられ、日本語版の吹き替えは B 級映画を意図した翻訳がされており、これらの作風と方向性はシリーズ最終作まで継承され、アンチャーケットというゲームの個性となった。 グラフィックは2007年当時のタイトルとしては、コンソール機の性能を生かした描画となっている。リマスター版はハードが PS4 に移行したことで、さらに高解像度化、高フレームレート化がなされている。トレジャーハンターのネイサン・ドレイクとレポーターのエレナ・フィッシャーは、アドベンチャー番組、アンチャーケットの取材でパナマ沖を訪れる。約400年もの間海底に沈んでいた。 フランシス・ドレーク教の棺を引き上げたネートは、その中からドレーク教の手帳を発見する。その直後、海賊に襲われ絶体絶命の危機に、陥るも、毎一発で駆けつけたネートの相棒をビクター・サリバンによって、窮地を脱する。ドレーク教の手帳に記されていたのは、黄金の都として伝えられるエルドラドへの手がかりであった。一攫千金のチャンスに興奮するネートとサーリーは、 あくまでも番組の取材が目的であるエレナを置き去りにして南米へ出発する。ドレーク教が手帳で示した場所である南米アマゾンの熱帯雨林の奥地でネートとサリーは古代文明の遺跡を発見する。しかし遺跡はドレーク教以前にその地を訪れたスペイン人によって略奪された後であった。 その奥に描かれていた壁画には巨大な像を崇拝する人型の群衆が描かれており、ネートはエルドラド黄金の戸ではなく黄金の偶像であったと推理する。遺跡を抜けた二人は座礁した後洪水によって川の上流まで運ばれてきたドイツ海軍のユーボートの残骸を発見する。ユーボートの中でネートはスペイン人が 黄金像を運び込んだ絶海のことを記した地図を入手する。ドイツ軍もドレーク卿と同じく黄金像を追っていたのであった。ユーボートを脱出したネートは外で待っていたサリーを拘束していた犯罪組織のボスガブリエル・ローマンとその部下トックナバロを率いる紙幣部隊に包囲される。ローマンはかつてサリーとの取引で不利益を被ったことを恨んでおり、報復のために サリーの足取りを追っていた。サリーはローマンが放った教団に倒れ、ネートも殺されそうになるが、ーボートの中の魚雷が爆発したどさくさに紛れて、その場を脱出する。ローマンの追手を巻いたネートを待ち伏せていたのは、なんと、エレナであった。ネートは、お宝のため、エレナは、番組のため、二人は協力して、ことを目指す。サリーの残した。 飛行艇で孤島へ向かうネートとエレナだが、島からの対空砲火によって飛行艇は撃墜されてしまう。なんとかパラシュートで脱出したネートは、離れ離れになったエレナを探しつつ、孤島を探索する。島は武装した海賊と何者かが仕掛けたブービートラップに満ちた危険な場所であった。海沿いの城塞でエレナを発見したネートだが、その直後海賊によって捕らえられてしまう。 トラれの実となったネートの前に現れたのは、顔なじみの海賊団のリーダー、エディラジャだった。エディは何者かに雇われこの島にやってきたようだが、雇い主を出し抜いてお宝を奪うために、ネートに協力を詰め寄る。しかしネートは、エレナの助けによって檻から脱出し、エディの部下の追手を退けつつ、洪水によって打ち捨てられた都市を探索する。ネートは、港から、 海賊の船を奪って島を脱出する策を立てるが、ボートを奪う寸前に、エレナに引き止められる。エレナが撮影した映像に映っていたのは、島に上陸するローマンとナバロ、そして死んだはずのサリーだった。ネートはサリーに会って、ことの真相を聞き出すために島に残ることを決める。エティの部下やローマンの紙幣部隊を倒しつつ、ネートとエレナは、図書館でついに、サリーと再会する。サリーは、 胸元のポケットに入れていたドレーク教の手帳によって一命を取り留めたのだった。ローマンに生きていることがバレたサリーは宝探しに協力すると口発帳で取り入りお宝を探すふりをしつつネートが助けに来る時間を稼いでいったのである。再びサリーと別れ手帳に記された手がかりから財宝を守る謎を解いて行ったネートは島の地下に広がる広大な空間を探索する。 ネートは、フランシス・ドレーク教の遺体を発見し、志半ばで生き耐えたことを悟る。一方、ローマンとナバロ、そして二人に雇われていたエディとの圧力はさらに深まり、島にかけられた呪いに怯え、島を出ることを主張したエディはローマンから一方的な契約打ち切りを宣告される。エディはローマンを裏切り、ネートらも亡き者にして、自分たちが宝を独り占めしようと画策する。 地下を進むネートは恐怖に怯えるエディとその部下と遭遇する。そこに現れたのは獣のような方向を上げる人型のモンスターであった。ネートとエディはひとまず協力してモンスターと戦うが、その途中エディはモンスターによって殺されてしまう。ネートはエレナの助けでモンスターから逃れる。地下空間を抜けた先でネートが目にしたのはドイツ軍が秘密裏に建設していた。 有望と基地であった。そこに残されていたドイツ軍のフィルムとドレーク教の手記からモンスターは黄金像の呪いによって正気を失い凶暴化した人間の慣れの果てであり、ドレーク教は呪いを島から出さないために船を港で爆破し、島と運命を共にしたことを知る。その直後、エレナがローマンたちに捕まってしまい、ネートはローマンの部下やモンスターを倒しながら、 サリーと合流し、エレナを救出するために、ローマンたちのもとへ向かう。島の採用部にたどり着いたネートとサリーは、黄金像を発見したローマンとナバロ、そしてナバロに囚われたエレナを発見し、直後に拘束される。ナバロはローマンに黄金像の中を開いて見てみるよう促すが、黄金像を開いたローマンが見たのは古代人のミイラであった。ミイラから放たれた、 呪いを吸い込んだローマンは苦悶した後、獣のような方向を上げて、ナバロに襲いかかろうとして射殺される。ナバロは最初から黄金像の正体を掴んでおり、ミイラの呪いを兵器に転用し、闇市場で売り裁くことが目的だった。ナバロはエレナと共に黄金像を吊り下げたヘリに乗り込む。ネートとサリーは一瞬の隙をついて高速を脱し,し、 ネートはヘリに吊り下げられた黄金像に捕まって、ナバロを追う。エレナの奮闘によってヘリはローマンの母船に不時着し、ネートとナバロの最終決戦が始まる。ネートはナバロとの戦いに勝利し、不時着したヘリからエレナを救出する。なおも立ち上がり、ネートに挑みかかるナバロだが、ネートはヘリの残骸を海に落とし、 ロープが足に絡まったナバロを黄金像諸との会に落として別れを告げる。すべての戦いを終わらせたネートとエレナのもとにサリーが小型ボートに財宝を積んで現れる。三人はそれぞれの思いを胸に抱きつつ空前の冒険の舞台であった島を後にするのだった。本作の戦闘はスタンダードな TPS を踏襲しており、 主に、ハンドガン、サブマシンガン系とアサルトライフル、ショットガン、スナイパーライフル系を2系統のカテゴリーとしてまとめ、それぞれコントローラーの十字キーの左、右へ割り当てられている。これらをスイッチすることで切り替えを行い、戦闘シチュエーションによって使い分けながらプレイするのが基本となる。現実の銃器であれば、同一の後継、規格の用いたモデルであれば、弾薬を使い回すことが可能だが、 本作はゲームシステムの使用上、弾薬はその武器専用となり、補充を行うには装備している武器と同一であることが条件となる。この使用はシリーズ最終作、アンチャーテッド海賊王と最後の秘宝まで引き継がれている。ゲーム内にはメダルシステムが搭載されている。ステージ内に隠されているお宝を所定数獲得、特定の方法で一定数敵を倒す。 所定の難易度をクリアといった条件を達成するとメダルを獲得できる。メダルには難易度に応じてメダルポイントが設定されており、クリアや所定のポイントに達するたびに報酬としてデザインギャラリーやメイキングカットシーンなどの特典映像の閲覧やネートの衣装チェンジ、特定の武器を持つことができるようになったり、無限弾薬、一撃死といったプレイを楽にする報酬もある。 また、アップデートにより、メダルと連動して、トロフィーも獲得できるようになり、メダルを獲得することで対応するトロフィーが、もらえるようになった。2014年現在、ハリウッドで、本作のストーリーを原作とした、実写映画化が、コロンビア・ピクチャーズにより企画されている。当初、監督は、映画ザ・ファイターなどを監督したデビッド・オーラッセルで、主演は、 マーク・ウォールバーグと決定していたが、俳優がネートに似ていない上、ストーリーは実際のものとは異なり、ノーティドックやシリーズのファンはあまり支持していなかったという。これに対して、デビッド監督は制作上での意見の食い違いから映画制作を中退。その後、コロンビア映画は、脚本と俳優をボツにし、デビッド監督の代わりとなる新しい脚本家として、ニールバーガーを受け入れたが、後には、 ニール監督も降板することとなる。2014年2月にはセスゴードンが監督交渉に入ったことが報じられ、制作企画は健在している模様。ありがとうございます。